はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。つね様、ぴーちゃん様、いくお様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用の方に当てさせていただきたいと思います。ありがとうございました。自民党、ハレンチ懇親会が世界拡散。BBC、下着同然のダンサーが議員の膝に、口移しでチップ。企画した川端は保身のため多様性の表現とか言って正当化しようとしていたし、フィリピンの英字氏、いやー自民党の恥ですわ。インドの英字氏、川端多様性とか言ってるし、割と細かく報道されちゃったみたいであります。おー恥ずかしい。英語でねやられちゃうと、まあEU の人大体英語読めちゃうからね。世論です。世界よ、これが日本の与党だ。でも自民党議員は立ってるけど意味がわかんねえ。これが変態の国の底力。 SOD がアップ始めました。SOD っていうのはAV の大手の会社であります。これパロディの AV でも作るんでしょうか。政治家たちのモラルハザードやで。世界よ、これが日本の多様性だ。シェイムオンユーってやつだな。恥を知るってね。ノーパンしゃぶしゃぶから何も学んでいない。バガ議員ども世界デビューおめでとう。多様性といえばいいと思って。全くだよな。多様性だの、誰一人取り残さないとか言えばいいと思って。あとは差別ってね。自民党青年部、全世界デビューしちゃったね。おー恥ずかしい。外国で特にキリスト教が強い国、こういうのは日本以上に軽蔑されるんじゃないのかな。日本はですね、まあ温泉に泊まって宴会にコンパニオン呼んでなんていうおっさん文化はありますけれども、呼んだのがですね女性コンパニオン、女性ダンサーだけっていうのも男女差別とか言われそうですね。同じ数の男のダンサー、ムキムキ男性ダンサー同数呼んだら喜びそうなですね女性議員は、近畿青年部には一人もいなかったんですか。この懇親会に女性議員はいなかったんですか、一人も。まあ、女性がいてもつまんないよね。な下着の女性が踊って、会場を回ってみて、お方違いですけど黒人とヒスパニックがいないのは差別とか、ダンサーの中にね、とかも言いそうだな。まあ何にしてもですね、自民党、だいぶ日本人っておかしいよな。っていう評判を撒き散らした原因になってんだから、お前らちょっと反省しろ。クルド難民弁護団、誰ですか。日本にいる多くのクルド人は真の難民であり、帰国できない窮状を理解して、隣人として受け入れていただきたい。埼玉県知事と川口市長に願文提出。クルド文化協会をテロ支援組織に認定したトルコ政府に迫害される恐れがある。クルド文化協会は PKK との関与を否定している。PKK というのはクルド労働者党っていうテロ組織ですね。一部のクルド人が罪を犯したからといって、クルド人全体を排斥するのは差別に他ならないとかほざいているみたいであります。世論です。女子中学生がレイプされたのに強制なんて無理。嫌われているのは自業自得。迫害が事実でも日本人には関係ないんだよな。偉そうにされる理由にならない。迫害って世界中で揉め事を起こしてるじゃねえか。なんで強制せにはならんの。そもそもね、なんで強制せにはならんの。押しかけてきてさ、強制って批判すんなって意味なのか。松屋で豚丼食って落ち着けよ移住先で排除されるような生き方がいかんでしょうと。強制を強制と強制、ダジャレがこいつらの強制は強制わいせつ。そんなに返そうだったら弁護団が養ってやれよ。弁護士の家に住まわせろよ。強制はですね、日本人死ねって向こうから断ってきてるから無理ですよね。女子中学生を交換したから無理ですよね。日本人と強制したくないっていうクルド人はほっといて、なんで拒否された
日本人側に言うの？この弁護団は。なんでなの？うちら、拒否された方だから、日本人死ねって言われたから、強制したくないってことだよね、あいつらが。お門違いも、甚だしいんじゃないんすか、これ。PKK とは関与してないと言ってるん、言ってますけど、確かね、クルド文化協会がですね、PKK に送金してたから、テロ支援団体に認定されたんだよ。トルコ政府はですね、証拠もなしに認定しないんだよ。そんなことできないんだよ。クルド人議員がトルコ国会に61人もいるんだし、そんなこと無理でしょ。そりゃ証拠もなしに、なんとなくテロ組織認定したら、この61人のクルド議員がなんやかんや言うでしょ。つまり文化協会は真っ赤な嘘つき、いうことになりますね。これじゃ嫌われるのも仕方がないんじゃないんですか。差別って言えばひるむ時代はとっくに終了してんですよね。日本人がひるむ時代は、差別って言えばなんとなく政府になった時代はとっくに終了してるんですよね。解体業で儲けた金もらってんでしょうね、この弁護団はね。弁護士先生も金をもらえば嘘つきの片棒担ぎと。軍事クーデターが起きて政情不安のミャンマー留学生がここ3年で2倍に増えちゃったそうであります。男性21歳、混乱する母国は働き口がなく見通しが立たないので日本に来た。現在7万人のミャンマー人が在日しており、多くは実習生として日本に来ている。で、3年前は3万何千人だった。3年間で倍増してしまったという話、世論です。そして行方不明、実習生といえば行方不明、行方不明といえば不法滞在。もっと景気がいいとこ行けよ。バカ学校を留学生で支えたい。日本語学校入るのも留学の範疇なのかね。留学生が働くことができるのは週28時間なので生活費は稼げないと思うんだが、それがですね、授業料さえ払ってくれれば、全然来なくてもいいよって学校いっぱいあるんですよね。期限切れ不法滞在で強制送還される人たちと、見通し立たないから日本に来たって、そんな簡単にね、祖国を捨てる根性なしは日本としてもお断りなんですけどね。一生懸命ってなんで祖国を安定させようって思わないんで、たびたびこう言ってましたよ。我々の命は短い、だが日本国は永遠に続く。こう言われちゃったらな、どんなひどいことになっても外国に逃げ出そうとは思いませんよね。例えばね、民主党が政権与党になってしまうような絶望的状況でも日本から逃げ出そうっていうふうにはなりませんでしたよね。日本ミャンマー協会っていうのがありまして、麻生太郎副総裁が理事やってんですけど、日本に来るミャンマー人の受け入れ窓口やってて、手数料やらなんやらで利権があるんですよ。これだもんね、留学生と実習生の受け入れやめられまへんな。結局は今だけ俺だけ金だけ、得すればいい、こんなことを思ってる連中がいっぱいいるってことね。現在の実質税負担率は 47%、 うち社会保険料が占める割合が2023年度には 28% に達し、過去最高になりました。高齢者よりも若年層の負担が重くなってんだって。まあ収入によって保険料変わりますから、引退した定年した方なんかは保険料ぐっと安くなるのはまあしゃあないよな。世論です。若い世代が割を食ってる。若者の負担が重すぎて子供を産むどころじゃない。江戸時代の小作農より重い年貢、過剰な延命医療をそろそろ見直せ、少子化対策の対象に増税する気違いが岸田。子供を産んでくれるのは若い人ですよ。それの保険料上げますっていう気違いやってんのが、岸田ですね。しかも少子化対策支援金つって増税するんだろ。さらに企業が同額払ってるという結論は資産課税なんだろうけど、金持ちと仲良し自民じゃ無理だろうな。資産課税か。つまり持ってる株とかに課税するってことか。すると自民党だってね、利権に課税ってなったらたまんねえっちって、まあ、反対するんでしょうね。実質税負担率 47% のうち 28% が保険税と、19% が税と年金の負
担すか。だったらね、なんかあの保険料払うために働いてるような気もするよな。岸田はですね、あの保険料は税じゃないから上げても増税じゃないって言ってたけど、国保税って呼び方定着してんですけどね、あのそれはどうなん、税金と同じくですね、滞納すればあの口座の凍結とか家財の差し押さえとかあるんですけど、それはどう考えてんだろうね、あのバカ岸田は。保険負担料、保険料負担を減らす方法なんですけど、まあ滞納率が高い外国人は別会計、別負担率、外国人は外国人保険に入ってもらいます、そちらの方は負担率5割になりますとか、やる、もしくはあの民間の保険会社でなんぼでもあの医療保険ありますんで、突き放す、過剰な延命治療をやめる、無理やり生かす方も生かされてる人も得ないっすよこれ、医者だけ儲かるだけでさ、北欧ではですね、あの食事ができなくなったら寿命だよなっていう考えが定着してて、胃にチューブ突っ込んで無理やりあの流し込むなんてことはやらないそうであります。まあ、 あの医師会とズブズブの自民党にはですね、医療改革なんて無理なんですけどね。ギャラップ社、米国世論最新調査、米国の最大の敵国はどこか、1位中国 41%、 次点ロシア 26%、 好感を持つ国はどこですか、好きな国どこですか、同率1位日本、カナダ 83%、カナダってあのまあアメリカと同じようなもんですよ、地続きだし、まあ仲良しですよ。カナダでですね、アメリカのアマゾンで注文しても普通に届くらしいです。なんかあの課金ゲーなんかないっていうかですね、それと並んでですね1位になったのはまあ誇らしいですね。イギリスはどこ行ったんだろう、イギリス2位ぐらいかな、同じ英語使う国っていうことで、この結果はですね、あの日頃日本は世界から孤立してるって言ってるパヨのイライラが止まらないですね。この結果はね、アメリカ人好感度1位になっちゃった日本が、世論です。大谷翔平のおかげ、そうかもしれないな。中国を大きくしたのはアメリカだろう。日米同盟は日本の生命線。ロシアより嫌われるとか、中国も大概やな。漫画、アニメ、和食による侵略効果だ。真田広之に感謝しないと。今ね、あの、将軍っていうあの、テレビドラマ、ネットフリックスかな、が、大人気になってて、真田広之さんのプロデューサーもやってるそうです。主演と。アメリカが治安化してるから、脱出先として日本が狙われてそう。アメリカ人つってもいろいろいるから、バリバリの反日も存在する。アニメとゲームで洗脳した甲斐があったな。これが気に入らなくて、中国とか韓国とか北朝鮮の手先がね、アグネスとか辻本とか福島みずほとか使って、アニメと漫画、規制したい、規制したい、規制したいって、その手に乗ってはいけません。日本の損になります、そんなことは。掲示板すごい荒れてました。ごもうと、それに近い日本人、日本が嫌いな日本人が発狂してんでしょうね。米国セレブにも人気ありますよ。あとね、30歳以下の米国人、移住先どこがいいかって日本が1位になっちゃったもんね。キアヌ・リーブス、日本のラーメン店をはしごすんの楽しみ。あと帝国ホテルの選択が最高。トミー・リー・ジョーンズ、外国は日本しか行かねえ。この人はサントリーのボスの宣伝で付き合い長いから日本にも何回か来てんでしょうね。そのうち好きになっちゃったのかな。とにかく外国には日本にしか行かねえ、他の国は行く気にならない言うそうですから。ハルベリー、黒人のですね、あれは忘れちった、ボンドガールにもなってたな。日本には黒人差別がない。この人ね、中国人のアンチに苦しめられたそうなんですよ。黒人のくせにとかいろいろ書かれて。デニーロ、ロバート・デニーロ、腹を壊さないのは和食だけ。なんか外国の食い物食うとこの人は腹弱くて腹壊しちゃうなんて、和食だけは腹壊さない。トム・クルーズ、日本はボディーガードなしで歩ける。あと屋台の食い物うめえ。ダスティン・ホフマン、日本で立ち直れた。この人は60超えてなんか
老いぼれたなっつって自信なくしちゃったんで、で日本に来てあの寿司屋に入ったら、そこの大将が80ぐらいの方で、80になっても元気に寿司を握ってる姿にですね、俺もって言って奮起、うつ病から立ち直ったみたいであります。ジャスティン ビーバー、歌手、日本のソープランド最高あと新婚旅行日本にした、あーつって奥さん連れまして、インスタかなんかに上げてました。ブラッド・ピット、新幹線に乗ってブレッド・トレイン、の出演を決めた。ブレッド・トレインって超高速列車の中でやるドタバタ映画ですか。セガール、日本好きっていうのは俺は日本人だ。この人は大阪に何年か住んでて合気道を習って今師範の腕前あるみたいですね。マドンナ、弁当すげえ、トイレすげえ、日本人女性を家庭シェフとして雇った、で何年かマドンナの養子かな子供かな、家族何人もいいんですけど、和食、日本人女性が作るものを食ってたみたいであります。ザッカーバーグ、ミシュランは日本マクドナルドに星をあげるべきと、アメリカのマクドナルドとのあまりの違いに驚いたみたいな。日本のマクドナルドってうまいんだ、アメリカのマクドナルドなんか世界中どこでも味同じなんじゃねえの、気がしますけど違うみたい。エド・シーラン、これはこの人は世界一売り上げた歌手の人、日本でうつが治った、猫カフェ最高、猫カフェに来てですね、猫に向かってギターの弾き語りのライブやってました。ディカプリオ、もんじゃ焼きうめえ、見た目はあれだけど。トム・ハンクス、インポスター症候群が日本の居酒屋で日本人サラリーマンと話をしたら治った。インポスター症候群っていうのはですね、まあ俺はスターと呼ばれているけれども、俺は大物と呼ばれているけれども、本当はそんな実力ないんだ俺はっていうので悩んじゃう、人と話できなくなっちゃうような。でね、居酒屋で日本人サラリーマンとですね、匠っていう概念を教えてもらったなんて、人からね、すごいねって言われる立場になっても、もう研鑽を忘れないのが匠みたいな話聞いて、治ったみたいであります。アリアナグランデ、歌姫ですね。七輪って日本語でタトゥーと取った。この人ね、セブンリングスってアルバム出してて、セブンリングスって日本語でどう書くの、って言って、七輪って聞いて掘っちゃったんですけど、それ見せびらかしたらそれ別な意味になっちゃうから、炭くべて燃やす調理器具になっちゃうからって言われて、慌ててですね、七指輪とかに修正したみたいであります。エマ・ワトソン、日本のうなぎは衝撃、あとおにぎりは米握っただけなのになんであんなにうまいの。レイチェル・マクダムアス、この人シャーロック、映画のシャーロック・ホームズ、アイアンマンの人とジュード・ローが出てたやつかの悪女役、峰不二子的な女性で出てた。都内に家買ったデイジー・リドリー、この人スター・ウォーズの女性の主役、新しめのスター・ウォーズの主役の女性、デイジー・リドリー、京都に家建てちゃった何回も来てっからということで、まあスター・ウォーズ自体がチャンバラですもんね。でルーカスも黒沢大好きで、スピルバーグもですね、考えに行き詰まった時は七人の侍を見る、何十回見たか分かんないって言ってますしね。まあまあその影響でスター・ウォーズの主演やったら、もともとね、この人ジブリのアニメ好きだったんだって、デイジー・リドリーで日本に家建っちゃったみたいであります。ミラ・ジョボビッチ、引退したら日本に住みたい、娘は日本語ペラペラ。この人は映画バイオハザードの監督と結婚したんですけど、まあその監督がですね、日本のゲームのバイオハザードが原作のバイオハザードを映画化したいっつぐらいですから、日本大好きで、まあその影響もあるんだと思います。娘さんギターで恋のロマンス歌ってました、上手。これらは
パヨが知られたくない事実ですね。どれもこれも、どれもこれもパヨが知られたくない事実日本が人気あるって、あいつらが絶叫してるですね、日本は孤立してるっていうのは自己紹介なんですよ。孤立してんのはあいつらなんですよ。金持ちセレブがですね、老後世界中に押し寄せたらそれはいいことなのか悪いことなのか、金持ってくるからいいのかな、日本で金使ってくれるからいいのかな、少なくともですね、あいつらみたいに日本に対して邪悪な感情は持ってなさそう、好きで来てくれる人はまあいっかあなんて思ったりもいたします。これらはパヨが知られたくない事実、世界中の有名人が正しく日本を評価しているというのを決して知られたくない、知られたら知られたでまた掲示板が荒れるんだろうな、発狂してね、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。